さすがにこの時間に急に配信するのはみんな見たかったって言うかもしれん。私の配信なんて見たいの？よいしょ、おしゃべり会前のね時間なんですけど、よいしょ、ちょっと今日は、早く起きてね、早く起きたってほど早く起きてないんだけど、あの比較的早く起きたので30分ぐらいだけメイクする。今日はできれば、ちょっと夜もしかしたら配信厳しいかもしれないので、あのおしゃべり会中のあの休み時間の時も配信するつもりだからさ、短くなっちゃうから、せっかく早く起きたしメイクしながら配信しようと思って、まずちょっと待って、メイクポーチが、よいしょ、中身がね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ねー、あれ、私が最近使ってる、私が最近使ってるやつない、待って、私が最近使ってる、あれどこいたっけどこいたっけな、なんかメイク道具一回取り出したから見当たらなくなっちゃった。え、どこ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 にいるの、あれあれ、私が最近使ってるメイク道具ないんだけど、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あれ、私どこ行ったっけ、あれあれ、あったあったあった、なんだここにあるじゃんか、言ってくれよ君、全然テーブルの上にあったわ、よいしょよいしょ、これ最近使ってるアイシャドウ、新しくしました、エチュードハウスのラベンダーのアイシャドウですね、ラベンダーランド、よいしょ、熱い、そしてよいしょ、そしたら一回片すわ、そのまま持ってきちゃったから、まずね、今日はその桜の日なんです。で、まあ、髪の毛とかは正直やる時間ないから、この時間はね、だからメイクだけでもやろうと思ったんだけど、よいしょ、メイクポーチに入れていくパズル、よし、で、今日は桜の日なんですよ、だから、まあ、ちょっとそれを意識したメイクをしたいんだけど、します。多分黒目だと違和感あるので、ピーチブラウン、アクアマックスピーチブラウン、昔コンサートと、あとね、地雷系メイクした時にこのメイクカラコンを使ったので、今日はこれです。まあなんかあんまりね自然じゃないので、私の目にはね、だからこういうちょっとしたコスプレの時じゃないと多分似合わないんだけど、カラコンコンサートの時これつけてたけど浮いてたんだよね、多少ちょっと手なんか拭く、拭き拭きしよう、水ちょっと洗ってくるわ、手、あら、なんだ、待って、何も見えない、いや、ちょっと水洗い、拭き拭き、ほっ、ちょっと待って、何も見えない、よっこいしょ、
ンタクトの裏表をしっかり確認します。わかりません。あ、こっちかな。行きます。ね、こうやってやってさ、みんな怖いって言うよね。よいしょ。違いわかる？黒目の大きさ変わったんじゃない？全然違うね、こうやって見ると。今こっちつけたんだけど全然違うね。こうやって見るとわかりやすいよ。全然違う。もう一個の方もつけます。どっちが表だ、こっちで合ってるかな。うん、じゃーん。色素薄い系、普段使いするにはちょっと私は黒髪なので合わなかったんだけど、可愛いですよね。これチューズミーです。シューズミー、よいしょ、いて、よっこいしょ。ちょっと中の液が壊れてしまったので拭いて、よし、メイクするわ。多分今日この配信の時間、まあ、大体30分ぐらい配信しようと思ってるから2時15分ぐらいまで配信しようかなって思ってるんだけど、あ、ちょっと待って、ゴミ入った。ゴミ入った気がしますけれども、まあいいや。よし、メイク。ん、ギフトもありがとう。それじゃあ前髪を止めようか。最近はね、なんかマイメロのやつ使ってます。別に理由はないんですけど全然理由はないけどマイメロ使ってますね。よし、保湿する？保湿するか。いっすげ、いっすげ。いいんだ、別にあっち、その会場着いた後でも軽く時間はあるから、その時に髪の毛とか着替えとかやるけど。髪の毛どうしようかな今日。なんかね、ちょっと困ってんだよな。何が似合うか分かんなくてちょっと困ってる。化粧水とあと保湿、もうね保湿がねないんだけど、この保湿ないんだけど、こう絞り出してね、歯磨き粉のように。よいしょ。顔
むくんでんだよな。ね、何がいいかね。まあいろいろ髪型試そうかなって思ってる。なんか髪飾りとかも多少いろいろ探したから、そう。ね、いつもだったらこんな配信する時間もないほどさ、グダグダ寝ちゃうからさ、今日は初めてだよ、おしゃべり会前に配信するの多分。よし、でこれで今保湿しました。あ、ちょっとカラコンマジでおもろいな。ファンデーションは塗らないで下地だけ。あ、下地もう全然ないじゃん下地全然ない。あ、全然ない。まあいいや、買わなきゃ下地。ファンデーションはまあなんかもうちょいなんか生写真撮影とかさ、そういう時はファンデーションするんだけど、そうじゃない時はもったいないしもったいないし、肌荒れちゃうからつけないようにしてる。てかいらないよって言われた。いやマジで肌と髪は褒められるのよ、いろんな人に。そうメイクさんとかにもさ、肌と髪だけはマジで褒められるから自信持ってこはい、コンシーラー、最近使ってるコンシーラーはザセムのコンシーラーです。800円ぐらい。なんかもうなんていうの、プチプラ、プチプラってほどでもプチプラじゃないのかもしれんけど、まあ、プチプラの中で、まあ、やっぱコンシーラーって使う頻度高いから、こうコスプレイヤーさんとかがね、そういつもこのザセムをおすすめしてるから買ってみたら、まあ案外良かったっていう。ちょっとね乾燥してるけど、まあ、今クマ隠したんだけどさ、ここね、こことここで全然違うの分かる？こっち今塗ったの、こっちほらクマがあるじゃない、こうなんていうの、暗い色、全然違いますよね。こっちが塗ってこっちが塗ってないの、そうそうそう全然違うよね。あとやっぱ小鼻とかは赤くなりやすいのでしっかりカバーする。あとあれだね、結構この口周りが私なんかね青くなるの、あれで血管が見えてなんか青くなって、そう顔色悪く見えるからこの辺もカバーする。乾燥してる、ここ。こっちだけ今カバーした、全然違うよね。マジで全然違う。じゃあこっち側もやるわ。塗りすぎた。塗りすぎたんごね。塗りすぎたんごね。
当はねこうブラシとかスポンジとかでやった方がいいんだけど、なんかあんまスポンジ好きじゃなくて指でやっちゃういつも。いや別に私肌白くないよ、あの今光で飛ばしてるだけだと思う。むしろねこのライト焼けしてて、多分照明焼け。まあでもコンシーラーはマジで有能。今はザセムのこれ使ってますね。はい、ででーん、これファンデーション塗ってなくて下地とコンシーラーだけ。多分朝と全然違うと。続きましてキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー、ちょっと反射するんであれですけど、おブラシに取って、私ブラシに取るんですけど、もう全部シェーリングとかも全部一緒のブラシやっちゃうけど、ブラシに取ってパフパフってやる。まあ気休めですけど、パフパフって。ちょっと待って、なんかでもあれだな、今日保湿しっかりやったからあんまり乗らないね。ああ、赤み消すのにザセブの緑系のいいって聞いた。え、そうなの。いや私さ結局何あんまり美容わからないからさ、見よう見まねというか勘でやってて。そうなんだ、いいね、ギフトもありがとうございます。こんな感じ。ベースは私もね、こうあのおしゃべり会ぐらいだったらこんな感じだしね。そうそうそう。続きまして眉毛。私眉毛しっかりで、今結構ねあんまり長さも整えずに結構伸びっぱなしなので、あの本当はちょっと短めにした方がいいんですけど、多少足りないところをパウダーで描いて、あー待って、雑すぎた。よいしょ、アホ毛ひどいなね。ファってやったら、これもう今までの毎日メイクと一緒、これヘビーローテーションのブラウンのマスカラ、眉マスカラだね。あばい、あと10分ぐらいしかないわ時間。よいしょ、あれ開かない、あれあれ開かない、お開いた、なんだ、なんか固まっちゃった。まあいいや、買わなきゃ。こうやってね眉毛を薄くするんですよ。すると垢抜けるので、こんな感じ。ちょっとこっちの方が色薄い、こうやってやると濃く見えるけど、あの前髪に隠せばどうにでもなるんで、ちょっとやっぱ眉毛ちょっと切った方がいいな。全然なんか眉毛サロンとかにさ行った方がいいかなって思ってたから伸ばしてたんだけど、切るわ。薄くしすぎるとちょっと私の場合は顔に似合わないんだけど、こんな感じ。なんかおかしい、眉マスカラおかしい、壊れた眉マスカラ、どうしよう。あ、こここうやって抜ける、なんかあーめっちゃついちゃった眉マスカラ、なんかすごいなんかね器具が取れてね、なんかくっついちゃった。なんで、全然普通に使ってたのに。
ちょっと今、ああ取れた。え、なんでこうなったの？マジで。なんでこうなったの？本当になんでこうなったのか分かんないけど、ちょっと戻そう。まあいいや、ちょっと一旦君戻ってて。あ、ダメだ、どうなってんのこれ。なにこれ、なんか壊れたんだけど。眉マスカラ壊れましたね。いやちょっと無理やり、あーしまった、無理やり閉めました。まあ いや、一回塗ったら大丈夫だからさ、眉マスカラって基本的に。なんかもうそもそもの中身の器具が取れてる。あんまりメイク道具壊さないんだけど、なんかね、もう昔から使ってるからかもしれない。よし、シェーディングします。やばい、全然時間ない。シェーディングはここの頬を削って、ここの頬を削って、シュッシュッシュッで、ああ、細い筆でノーズシャドウをね引きます。これ大事だから、これがいっちゃん大事。ちょっと濃かった。もう絵描いてるつもりだからさ、ここにこうやってね、ちょっと今濃いですけど、こうやって入れるの、影を。その方が鼻筋が通って見えるからいいんです。ちょっとこれ今入れすぎてますけど、ちなみにシャドウはもう全然キャンメイク使ってる。あ、セザンヌだった、ごめん。ちょっとこっち濃くなっちゃったけど、でも全然違う。さっきまではほら凹凸がないからのっぺりとした顔に見えるんだけど、このシェーディングっていうのをやると影がついていい感じになります。うん、こんな感じかな。あ、ちょっとこっちのシェーディング濃すぎたかもしれない。こすれ。まあいいや。で、どうしようかな。ハイライトもまあ後でのせる。まあ目マスクして出かけなきゃいけないから、まああとちょっとしかないから、そうだな、これかな。ダブルラインフェイカーで、ケイトのやつね。あ、ダブルラインエキスパートだ。涙袋を、影つける。こんな感じ。ちょっと違うの分かる？こっちと、こっちの方が。ちょっとクマがあれかな、復活しちゃうかな。こうなって、こっちも、こっちも同じ感じにやる。で、二重幅はまあもともと狭いから後ろの部分を付け足す。ちょっとまだアイシャドウやってないからメイクっぽくないけど、
感じで、私が一番おすすめするのがこのビセのシングルアイカラーの004番を細い筆で取って涙袋にのせる。よいしょ、全然違うのこれで。ね、こっちキラキラしてるでしょ、こうぷっくりしたでしょ、涙袋。口にも同じの乗せる。ぷっくり。で、目頭にも同じようにハイライトを入れる。アイシャドウハイライトだね。うん、こんな感じ。立体的な目元になる。まあまだアイシャドウやってないからあれだけど。そうだな、ちょっと水飲んで。ブスだった。ああ、ありがとう、みんな来てくれて。星集めね、今イベントやってるから大変だと思うけど頑張ってん。よいしょ、これでここまで来たら、あとはやるべきこととしては、まあチークとリップ、ハイライト、アイシャドウ、まああとまつげとかなんだけど、どうしようかな。もうね13分、あんまりお時間ないんだけど、とりあえずベースのアイシャドウだけやってみるか。ここまでね普通の毎日メイクでしかないからね。よいしょ、アディクションのアイシャドウクリームを下に塗る。これねアイナさんから誕生日プレゼントでいただいたやつです。今日はだから桜メイクだから、ちょっとピンクがかった、でも赤くないピンクがかったメイクにしたいなって思ってて、そうなるとこういうクリームからやった方がいいかな。そうだな、ちょっとこの配信はここで終わりにして、またあっちの会場に着いてからやろう。なので皆さんとお会いするときにはちゃんとメイクしてる状態です。よいしょ、3時15分からとかだったっけ、1時間後。ちょっとじゃあグロス塗って、色あんまついてないけど、どうしようかな。ちょっとこの子液漏れが怖いからここ置いて帰るわ、置いて帰るわっつうか置いていくわ、うん、よし。でもこうやってさアイシャドウ塗ってないけどさ、これだけでなんかメイクした感出るよね。まあカラコンしてるからなんだけど全然違うよね。何も色入ってないけど眉毛がほら薄くなったのもそうだしね、いい感じ。あ、チーク入れ忘れてた。よし、じゃあ後でお会いしよう。とりあえず一部はおろしでも良さそうだよね。巻いてもいいけど、三つ編みかツインか、ツインでこうやって結ぶか、まあいいや。ということでね、はい、
また後で6時ぐらいだったっけ、忘れちゃった、あの休みのタイミング5時半ぐらいか、はい、よろしくお願いします。壇上読みます。13位わさびさん、12位むっちゃんさん、11位星太郎さん、10位けいこさん、9位とおるさん、8位すずひとさん、7位ひさきさん、6位まするさん、5位昔からおじいさん、4位みむちんさん、3位としさん、2位ひろしさん、1位太郎さん、ありがとうございます。ということでね、ギフトなどもコメントなどもありがとうございました。それでは皆さん、また後で、バイバーイ。